その使えるシチュエーションの幅の広さ、だミニエントさえあればなんとかなるっていうシチュエーションはワンオクにはすごく多いと思います。かなり潰しが効くっていうのはミニエントのいいところかなと思います。はい、ミニエント 57S なんですけど、コンセプトとしてはこういった、後ろに映ってるような高腕部で、しっかりこう使い勝手のいい、小型のバイブレーションを作りたいということで、作ったバイブレーションプラグです。低速域からしっかりバイブレーションアクションが出るように設計していて、特におかっぱりで使うシーンに特化して作ったバイブレーションです。ただ巻きだけじゃなくて、ダートとかシェイクとか、いろんな使い方でアプローチできるのも、ただのバイブレーションではない魅力的なところだと思います。ミニエントのこういった高腕部でよく使う、基本的な使い方として、ただ巻きと3D ダートがあります。ただ巻きの部分なんですけど、ここも結構こだわって作っていて、特にこうおかっぱりからこういった高腕部、流れの緩い場所を攻めるときに、ただ巻きの その動き出しだったり、その使えるスピード域っていうのは結構重要になってくるんですね。そういったところで、高腕部で使うただ巻きのベストなスピード、動き出しに合わせてセッティングして作っているので、割と低速域からしっかりアクションが出るようにセッティングしています。で、水深に関しても高腕部の水深に合わせて、潜るような、セッティングにしているので、運河の水深の浅いところから、比較的深いところまで幅広く、使えるバイブレーションになっています。もうここ本当ストレートの運河なんですけど、こう特別起伏の激しい地形変化とかストラクチャーがある運河ではないんですけど、こう波の作用で、結構船が通るんで波の作用でこう砂が集まるところっていうのがあるんですよ。でそういうところが極端に浅くなってて、やっぱりベイトが乗っかったりシーバスが乗っかったりする、いいポイントになる要素があるので、そういうところを今打っていこうかなと思うんですけど、壁、ついた時は結構壁際も一応チェックします。本当にシーバスが数入っていればすぐ壁際で反応するん で今やっぱ夏の濁りっていうか、こう日差しで赤潮じゃないんだけど、赤潮まで行ってないんだけど、プランクトンが湧いてこんだけ赤茶の濁りになっている状況なんで、壁について魚がいたとしても結構レンジは上がってるはずなんですよね。だバイブレーションとかミノーでもこう着水したらすぐ巻き始めるような釣り方で反応してくれるやつはいるんですよ。ただこれだけ暑いと壁際の水温も上がりやすいと思うんで、ベイト自体がねいてくれればいいんだけど、ベイトがいないとやっぱ壁際につく意味がないので、シーバスもそうすると少しでも水が通ってる、シャロー、ブレイク、そういったところにやっぱ魚は集まりますよね。ミニエントは基本的に小型のバイブレーションプラグなので、ベースとしての使い方はやっぱただ巻きですね。早く巻いても使えるし、ただ巻きでもちょっとスローめ、割と低速域からしっかりバイブレーションが入るんで、そういった低速域でも使えるのが、こういった高腕部で活躍してくれる、一つの理由ですね。こういった高腕部の運河とかだと向きになって早く巻く必要はほとんどないんですよね。で低速でも
ミニエントの場合は結構 強めのアクションが出るんで、アピール力とか魚をこう引きつける力は十分持ってるルアーなので、小さいですけど。まあね、このシャローを広く探って、まあ、ダートもやったんだけど食わなかったので、またタダ巻きに戻したら食いましたね。暑いからね、地面つけないようにしないと。出ましたね。60弱ぐらい、57、8ぐらいですね。ミニエント 57S。 もうなんてことない、もう人工的な完全な運河なんですけど、こう波の作用で砂が集まる場所があって、まあ、そこの浅いところのやっぱトップですねについてました。3D ダートっていうのは、まあ、ロッドをこう上にしゃくり上げることで、ルアーがミニエントがこう上下左右に跳ねることを、まあ、3D ダートといっているわけなんですけど、ただ巻きに比べると同じ距離の中で長く、しかもレンジを変えて上下左右に、ダートさせるので、こう長く魚にルアーを見せることができるんですね。で、長く見せつつも常に誘う状況を作ることができる、まあ、それが 3D ダートです。ここは中規模、まあ、東京の中でも中規模な運河で、まあ、大きな変化っていうのはないんですけど、まあ、橋がかかってて、まあ、橋の下が水深が浅くてゴロ束があったり、まあ、橋桁があることでシェードがあったり、あとは壁際がある程度水深があるので、まあ、そういったところについた魚を狙っていこうかなと思います。で、まあ、あと壁際だけじゃなくて、こうなだらかにこう岸にかけて浅くなっていくような地形なので、大体どこの運河もそうなんですけど、まあ、そういったなだらかな地形のボトムについているような魚も、いる可能性があるので、まあ、そういった魚を狙って釣っていきたいと思います。まあ、こういう場所でのこう 3D ダートの見せ場なんですけど、まあ潮位が高くてシャローに魚が乗ってるって思われる場合は、まあただ巻きで普通に通してきていいと思うんですけど、まあ潮位が高くてもシャローに魚が乗ってない、バイトがない、あるいは潮位が下がってもう浅いところが引けない、魚がいないって思われる時に、やっぱそこから一段落ちた深いところですね、まあ、そういったところをバイブレーションにただ巻きしてもいいんですけど、どうしてもこう上昇軌道で上がってきてしまうので、ボトムについている魚こうきっちり探りきれないんですよね。でそういった時に割とこうただ巻きよりもその上昇軌道を抑えながら、しかも上下左右のアクションで見せる時間を長く取りつつ、こうボトムレンジをしっかり引いてくることができるのが 3D ダートなので、まあ、やっぱ一段深いところですね、
まあ、ここをあえてミニエントよりも重たいバイブレーションでただ巻きで弾いてくることももちろん、パターンというか、やり方としてはありなんですけど、どっちかですね、重たいバイブレーションに変えて一段深いところをただ巻きで引っ張るか、見せ方を変えてダートでボトムレンジキープしながら、ミニエントで弾いてくるか、もちろんそのただ巻きのスピードに反応しない魚も出てくるので、まあ、魚数が特に多い時期なんかはこういろんなやり方を試した方がいいですね。ダートで食いましたね。こうシェードじゃない、シェードからは全然離れたところなんですけど、こう徐々に水深が浅くなってくるところですね。そこに流れが当たってる状況で魚がついてたみたいですね。そこできっと回遊してくるベイトを待ち構えてたのか、まあ、エビカニを食ってるのか。おー、食った。すげーとこで食った。しかもいいサイズ。やっぱ投げるべきなんだな。ホールっていうか、しゃくろうとしたら食ったね。サイズがいいよね。これ綺麗ですね。63種ぐらいあるかもしれない。あの排水口の落ち込み、水深大してないよ、ボトム多分見えるぐらいだったけど、食うとこ見えたもん。いや、ミニエントいい食い方しましたね。まあ、ただのバイブレーションでダートができないってなってくると、今日取れたうちの1本は取れてないと思う。だ、そういう意味ではこうバイブレーションとしての使える幅の広さと、あと使えるこう引き出しの多さっていうのがルアー一つに全部詰まってるんで、ミニエントさえあればなんとかなるっていうシチュエーションはワンオクにはすごく多いと思います。もちろんそれだけでね、対処できない、状況も、まあ、時間帯とかもあるんですけど、かなり潰しが効くっていうのは、
ミニエントのいいところかなと思いますね。